ロビンフッド比、ロビンフッドは中世イングランドの伝説上の人物である。稀にロビンフードと表記されることがある。銀遊詩人たちによって一編の物語として編集され、一般に広まる。歴史書にも名前が現れるや、1241年没という伝承もあるが、実在を裏付ける確かな資料はない。ロビンフッドというのは、 あくまで何人かの人物にまつわる伝承が合わさって形成された可能性が高い。例えば、ヘリワード・ザ・ウェイクなどがモデルとして挙げられている。また、13世紀イタリアのアウトロー的人物、ギーノ・ディ・タッコからもインスピレーションを得ているらしい。13世紀イギリスには、ラバン・ハットという名の人の記録があるとしている文献が多いという。ロビンフットに類似した名前は、 アウトローの盗賊の比喩として使われていたようで、13.14世紀のいくつかの文献、資料に登場する。中世女上詩の一つのジャンルであるパストレルは、騎士と女羊飼いとの恋の駆け引きを描くものであるが、フランス中世のアダン・ドラールは、それを伝園巻歌劇形式に書き換え、ジュデ・ロビン・マリオン・ジュドゥ、ロバニエ、マリオン、ロバンとマリオンの劇という作品に仕上げた。 この作品の中では、ロバンとマリオンは羊飼いのカップルとなっている。この劇作そのものかどうかは、はっきりしないが、この時代、アンジェでは、毎年ペンテコステで、ロバンのマリオンの劇というタイトルの演劇作品が上演された、という。17世紀初め頃まで、イギリスの5月祭の参加者の中から王と王飛役の人が選ばれ、彼らは、ロビンフッドとマリオンと呼ばれたという。 14世紀のウィリアム・ラングランドの長編詞、ノーフ・ピアズの夢の中でまとまった物語として登場する。古い伝承では、ロビンフッドは、ノルマイ・コンクエスト後にノルマン人に抵抗する、サクソン人の非作農民謡マンとなっており、その後、エドワード一世時代の設定になり、ノルマン人に所領を奪われた、貴族、義族、マリアンとのロマンス。 あるいは十字軍帰りなどの設定が加わった。16世紀以降、リチャード一世時代の人物となり、リチャード一世が十字軍遠征に赴いている間に、ジョン王の暴政に反抗した人物として描かれるようになった。弓の名手で、イギリスのノッティンガムのシャーウッドンの森に住むアウトロー集団の首領で義賊という設定は、実は比較的新しいもので、19世紀あたりから、 描かれるようになったという、緑色の服をまとう人物として描かれる。ロビンフットアダナは、大股のロビン、ロックスレイのロビンなど、チビのジョンアダナに反して、怪力の大男。ロビンの片腕的存在で、丸たばしの上で六尺棒で、ロビンと戦い仲間になる。タック修同士怪力の修同士、好戦的というよりもむしろビールの一種であるエールを愛する陽気な男。 アーサー・アブランド逃亡中の密漁者で、ロビンと戦って勝って、仲間になる。粉屋のせがれマッチ初期のバラットでは成人で2番手の、戦士、後世の物語では、愉快な仲間たちの中で最年少となっている。ウィルス・カーレット常に赤い服を着ているだって男。剣の達人で、ロビンの追い。ウィルス・チュートリージョンに、自分のあだ名、チビを与える。休日はロビンに次ぐ腕前。 ノッティンガムの大官をスパイして捕らえられ、そして救出される。ウィル・スカーレットと時折混同される。ドンカスターのデイビッド・ロビンに、ノッティンガムの大官が開催する弓比べの大会は罠であると教え、行かないように警告する。アラン・アデ・エルギン有志人。別の男と結婚させられそうになっている恋人を、ロビンに頼んで救出させる。最近の媒体では、 サラ先人が仲間にいることが多い。乙女マリアンドビンフットの恋人。最近の媒体では、おんば娘で有能な戦士として描かれることが多い。リーのリチャード修道院長に土地を担保に借金を、たが返せないため、土地が没収されそうになっている。悲しげな騎士。ロビンはその支払いを手伝ってやる。失神のリチャード一世。ジョン・オージー役役として描かれる。 ヘアフォード死境裕福で強欲なため、ロビンと愉快な仲間たちに強盗を受ける。ギスボーンのガイノッティンガムの大官のために、ロビンを捕らえるが、ロビンに殺され、首を切られる。ノッティンガムの大官方、ロビンを捕まえようと付け狙う。ありがとうございます。